タルサはアメリカ合衆国のオクラホマ州東部に位置する都市。2004年のアメリカ合衆国統計局の報告では総人口38万7807人で、この都市の都市圏人口は93万842人であった。タルサは州内ではオクラホマシティに次ぐ2番目に大きな都市で、アメリカ合衆国内では43番目に大きな都市であった。ここは タルサ軍の軍庁所在地である。1901年の油田発見でオイルブームが訪れて一気に発展し、以降石油生成工業、化学工業が発達している。タルサ市は、オクラホマシティの北東 160km、州の北東角の北緯36度7分53秒、整形95度56分14秒。 北十36.13139度成形95.93722度36.13139-95.93722である。このうち473.1平方キロメートルが陸地で10.9平方キロメートルが水地域である。総面積の2.24%が水地域となっている。二千年現在の国勢調査でこの都市は 人口393,049人、165,743世帯及び99,114家族が暮らしている。人口密度は830.9人平方キロメートルである。379.2平方キロメートルの平均的な密度に179,405件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、 白人70.09%、アフリカン・アメリカン15.47%、先住民4.72%、アジア1.82%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種3.45%、および根結4.40%である。ここの人口の7.15%はヒスパニック、またはラテン系である。 16万5743世帯のうち28.5%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、43.1%は夫婦で生活している。12.9%は未婚の女性が接待種であり、40.2%は結婚していない。33.9%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、 9.8%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.31人であり、結婚している家庭の場合は2.98人である。この都市内の住民は24.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.9%、25歳以上44歳以下が29.9%、45歳。 以上64歳以下が21.5%及び65歳以上が12.9%にわたっている。中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は93.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.4人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は35,316ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は44,518ベイドルである。男性は32,779ベイドルに、対して女性は25,587ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は21,534ベイドルである。 人口の14.1%及び家族の10.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の20.5%及び65歳以上の8.3%は貧困線以下の生活を送っている。タルサ国際空港が玄関口となる。全米各地からの便が運航している。利用者の行き先はダラスが以下を突き放してトップで。 デンバー・ヒューストン・シカゴと続く、アメリカン航空の最も主要な整備基地でもある。ありがとうございます。